本日紹介するアマゾンのおすすめ商品は、ともに前、ハニューゆずる、東日本大震災10年の記憶です。2014年の卒2018年のキョンちゃんと、フィギュアスケート男子シングルで、オリンピックを連覇したハニュー選手。本書は、日本テレビの報道番組ニュースエブリーで、2011年から10年間、 羽生選手と震災との関わりをテーマに取材してきた記録をまとめたものである。震災と向き合い、その記憶を伝えていく。羽生選手がそう思えるようになるまでの様々な葛藤を、私たちは見てきた。地震の瞬間感じた恐怖。自らのコーンに抱いた、後ろめたさ。震災について語りたくないと思ったこともあった。 オリンピックの金メダルに無力感もあった。一方で、震災を通じて、人のぬくもりにも触れた。仙台で震災にあった当時16歳だった少年、羽生ゆずるは、何を思い、感じ、そして、被災地の人々とどのように向き合ってきたのか。被災地の人々は、羽生に、どんな思いを伝えたのか。2011年3月11日、 東日本大震災を語り継いでいくために、羽生選手の記憶を記録として残し、後世に伝えていきたいと思っている。羽生ゆずさんの思いがたくさん詰め込まれた書籍、ぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてください。Amazon チャンネルでは、Amazon でおすすめする商品をたくさん紹介しています。Twitter でも、 最新の流行商品をたくさん紹介していますので、概要欄のリンクからフォローとチェックをお願いします。今後も皆さんの生活が充実する商品を紹介していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それではまた次の紹介動画でお会いしましょう。